UENOYES調査団。今日は縄文展を、博物館とかに子供たちがね来た時にこういうのを資料として作るのももちろんあるんですけどね、造形師の方、まあ一番それが近いですかね、あと出ますけどね、こういうものを作れる、おお、まあ土偶に限らずなんですけどね、何でも基本的に造形できるのでね。